三津島は、広島県呉市の倉橋島の北約100メートルの広島湾上に浮かぶ無人島である。三津島の表記もある。南側の大きな島と北側の小さな島の二島を総称した名前で、面積は約0.1平方キロメートルある。呉市温度町は確子に属する。南側の大きな島は、メキシコ産の工業種を輸入し貯蔵するための、 場所として利用されている。運営しているのは三つ島不動株式会社で、日本の工業使用の75%を担っている。北側の小さな島は、長さ約276メートル、幅約43メートル、周囲約580メートル、面積約7600平方メートル、標高約20メートルで、二つの小ブのような岩山がある。昭和初期以降、 この島には大日本帝国海軍が伝染病予防のための消毒施設として、クレ海軍病院三都後島消毒所を置いていた。元々海軍は、明治時代には、広島湾内にあった二之島消毒所を用いていたが、老朽化と組織再編に伴いこの地に消毒所を設けることとなり、1923年9月着工、1928年11月、竣工した。 この建物の基礎が今も島に残されている。また島に空母天城が停泊されていたが、呉れ軍港空襲により損傷し浸水要点の上、着底している。2009年に財務省中国財務局呉出張所は国有地であった三都後島の北側の小島を入札で売却することを発表した。2010年2月9日に入札が行われ、 個人10人と8法人が参加し、南側の島で工業寺を集積所を運営している、三都島不当株式会社が1億1万円で落札した。同社は工業寺を集積所の近隣で何らかの活動が行われると自社の創業に悪影響が出る可能性があることを理由として入札に参加し、島は現状のままで管理するとしている。ありがとうございます。